皆さんこんにちは、森有とみおはこんばんは、皆さんどうもミキです。どう状態なのは前半を見てください。概要に これ本来のミキの姿じゃないこういう人だと思うじゃん。こういう人じゃないからね。私に今度ちょっとこのね、手の傷とかもあるんです。なのでまあ手の傷じゃなくてもいいけど、まあ何でも手を使ってもらって、はい、ちょっと顔でもいいんですけどね、全然私あの紅しか塗ってないから。紅、その話しましたね。そうそう、今思い出した。懐かしい懐かしい。紅、ちょっと最近ハマってるんです、私このミラクルペイント。100均で買える、めっちゃコスパ良くて、なんかめっちゃ伸びるの、うん、さっきもめっちゃね使ったんだけど、このこれをねクーってやっとで、くるくるくるで、うん、マジックみたいな、もう取れますよ、マジックみたいだよね、うん、そうだからハマってて、それを使ってもらおうかなと思って。いろんな色があるから、ちょっと好きに遊んで、はい、私を使って遊んでみてください。すごく無茶ぶりだけど、あ、これ開けるの？ちょっと待って、えっ、嘘でか、私こうかと思った。怖い、ホラー系が無理らしい。無理です。いや怖いっす。さっきだってスクロールの、あースクロールの仕方が分かった。あー、出た出た、スクロールのピンクとかもあるから、せっかくだから、うんうん、ピンクとか使って、はい、どうします、とりあえず全部開けます。あるもんは使おう。いいじゃない、これを100円ですか、これ。そう、いいっすね、100均、ダイソー、いいっすね。そう、ダイソーで売ってるけど、ダイソー以外にも私の家の近くの声優とか、うん、なんかね、大きさがね、違うの売ってるの。これは2ミリ、次5ミリ、次10ミリ、いいっすね、次20かな、なんかいっぱい大きさが売ってて、なんか用途によって、なんかちょっと1回しか使いたくないなっていう時はほんと100均ので、もう全然2回ぐらい使えるし、うん、なんか近くのその声優のやつはなんかね、多分声優キャンペーンのやつなんだけど、2個で500円とかなってて、え、安っと思って、めっちゃ可愛いんだけど、今この状態だけ、うわ、超写して、めっちゃ可愛いんだよ、この状態。やっぱピンクだな、ピンクか、え、わかんないかな。あ、手に乗せればいいのか、この状態可愛い。あ、可愛いっすね、ほら、可愛い、超可愛い、あー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 すごい可愛い。うわ、なんかすごいな、私の髪と喧嘩してるぞ。すごい喧嘩してんだけど。ほら、こういうパッケージあるよね。サムネっぽいですね。サムネっぽい。やばい。いや、ぽいぽい。やばい。これで、でも私これ絵描いたことないの。私絵下手だから。いや、うまいって顔してますよ。いや、マジマジ。絵マジ下手だから。絵うまいですっていう。いやいや、マジで、え、いやマジ、ちょっとペンなかったっけ、これ。ハロウィンじゃないっす。大変そうじゃない、だってさ、こうパンプキンとかもさ、だってさ、こう結局さ、すぐに固まっちゃうからさ、線描いてたら固まっちゃわない？そうなんですよ、さっきやってみたら、うん、やばかった。だから一本描きみたいな、超難しそうだ。一本一本、ちょっと言いたかっただけでしょ、今。一本ってでもやりましょう。一本で、なんだこれね、今ガッツポーズした。ミキのセンスだから。来た。ネズミになったらテンションおかしくなっちゃう。来いと。書けないから。え、ドンキの大きさがいいっすか？え、もうドーンでいいよ、ドーンで。思い切ったの。結構今。え、これ難しい。そう、そう、なんか一本さ、描くのがこれ俳優じゃないですか、確かに固まるんだよね、固めてくるんだよね、そう、これできる。伸びないんだよ、すごい、すごい広い、すごい広い、すごい広い、すごい、めっちゃ慣れてきてる、このこれ、このペイントに。何このポーズ、降臨。
確かに何かを降臨してるとは思う。それは否定しない。可愛くなりましたね、うん、なんかさ、透けてない？怖くない？あ、ちょっと見える、手が透けてるみたいに見える。いや、見えないね。センスにお任せ。あ、じゃあ分かりました、オッケー、見えました。見えたらしい。何が開花してるの今。見えました。クリームパン食べたくなっちゃった。クリームパン食べたくなっちゃった。なんかありません？おお。ちょっと今人生で最高のあのドヤ顔してます。うん、すごいね、コツ掴んでるみたいな感じのこのドヤ顔感が半端ない。いや結構。意外と？パンプキンだ。これちょっと葉っぱもね、描いててアーティスティックにしないと。ウィー。ここまで来たら。え、誰？ちょっとどうかと思う。あれ？じゃあ違うんだよ。違います、分かった。これがうますぎる。ちょっとこれで。もう用事と綿棒を多分すげえ今コンプリートしてる気がする。使い方が半端なく。この色ハーゲンダッツの抹茶に似てます。ああ似てる。食べたい。すげえ渦巻いてる。やばい。なんか中3、中2の時が一番ピーク86で、そんな、うん、あった。でも、あの筋肉量が 30% だったから、体重的には77cm、162cm。そこに、身長、いや、私ちっちゃい方が149cm。ちっちゃい！なんか適当になった。なんで最後に適当になっちゃうの？何を作ったの？あ、最後のね。欲しい。欲しい。あ、でもさ、遠目に見ると見えるよ、マジで。あ、ちょっと絵になってる。頑張ったんすけどね。おお、終了ですか？完成です。完成です。ミッキー作ハロウィンのパンプキン。絶対これ下手ないよ。絶対これ下手ないって。あ、 3D3D あ、あった。下手はちっちゃい方がいい。分かんないな。あ、そういうだと思ってたんだ。あ、確かに。イエローベースで型を取って、まずこういう感じで。ほら、どっち？クリームパンみたいな。どうもクリームパン YouTube。 やっぱりなるんだよ、クリームパンに。あ、だってクリームパンポーズだもん、これ。こうやってやってんの。おおおおお、この手初めてやりました。おガリレオ2みたいなんで。おお、すげえ。いけた？いけた？おーおーおー、下手下手、私のこだわっている下手。なんでそこまで下手下手。おー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 、いいっすね。笑ってるのと笑ってないのみたいな。こっち笑ってない。うわー、ひどいそれ。これどういうこと？これどういうこと？サムネ？サムネっす。これは、あ、かっこいい。すごいシュール。もう完成。完成、できた。ほら、ミッキー作。ミッキー作。モリアリ作。うまっ。なんか、うまいっすね。結構できた。すご。
何やってるんですかこれ。わかんない、共同作業。はい、ということで似てるな。これで似てるってすごいですよ、これで似てる。ということでミラクルペイント、私がこう多分もうハロウィン超使った、これを使って、でもそんな使ってないね今日、半分ぐらい黒だけすごく使ったけど、うん、こんな感じでできますので、皆さんハロウィン楽しんでやってみてください。ということで森江とミッキーでした。はい、じゃあねー、バイバーイ。やっぱこっちだよね。Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。そうだよ、忘れてた忘れてた、剥がさなきゃ。剥がしてられるおまけですね。そう、これ剥がすのが重要なんだよ。めくります？めくりましょう。これこっからこうシューっていけないのかな。シュー、あ、めっちゃ力使う。待って、でもすごい剥がせました。白いな、肌黒いっす。私が、そうか、そうか、黒いのか。じゃあ白いなと思って、なんでこんな黒いのか謎なんですよね。なんでこんな白いの。すごい跳ねてる、うわ、ひどい、なんかトイプードルみたいな。